日本を代表するデザイン賞、グッドデザイン賞の今年度の受賞作品などを集めた展示会が、神戸六甲アイランドで今日から始まっています。グッドデザインアワード神戸展は、神戸市がユネスコのデザイン都市に認定され、10周年を迎えたことを記念して、東京以外で初めて企画されたものです。優れた製品やサービスを表彰するグッドデザイン賞には、今年度は国内外から4700件以上の応募があり、先月1300件余りの受賞が決定。対象にはお寺のお供え物で子どもの貧困問題を解決する取り組みが選ばれています。このほか会場にはファスナーを使って体の前でつけたり外したりしやすい野球のジュニア用プロテクターや、助手席と後部座席のドアが大きく開き、高い天井でたくさんの荷物を積み込むことのできる軽自動車など、受賞したおよそ200点が並んでいます。この展示会は来月24日まで神戸六甲アイランドの神戸ファッション美術館で開かれていて、高校生以下は入館無料となっています。